こっぽいな。ゆっくり行こう、ゆっくりゆっくり行きましょう。よしよしよし、強い。さあ、いきなり来いよ。よしよしよし、着きた。結構来ましたよ。行きながら、すごい。何あれ、イワシなのかサバなのか、なんかうよいよしてんな。カメラで分かりづらいかも分かんないですけど、何か青物の餌になりそうなやつがいっぱい泳いでます。まあ、話っていうかそういう情報は聞いてないですけどね、まだこの時期なら青物が回ってる可能性はありますね。割とこの重曹からでも稲田とかそういったの釣れたりするんですよ、動画島。もうこれで表層付近にはあれイワシかねサバかどっちかだと思うんですけど、ちょっとごめんなさいね、今の段階ではわからない。まあ、何かしらが表層付近にはいるなっていうのを確認しました。よっしゃ、では1投目やってみましょう。はい、仕掛けですね。針がグレバリの6号、ハリス 1.75 号を、2ヒロ、誘導1ヒロ取ってます。行きは0号に板なまりを少し張って若干浮力調整をしたいですね。重りは何も打ってないです。さっきね、あのコマセ巻いてたらイワシなのか小サバなのかそういったものがこう海面に群れてたんですけど、果たしてどうなるでしょうか。うわ、いるな、やっぱり湧いてますね。かなり湧いてる。なんだこれ、小サバかイワシか。じゃないのか、あれは。メガッカリか、あれ、どっちだ。よしよし、なんか乗ってるわ。よしよし、よしな、来いよ。アイゴだ。アイゴか。しかもちょっとでかいアイゴ。はい、アイゴ。針をグレバリの5号に落としました。雪をつけて、あれが何なのか見てみましょうね。針から30センチぐらいのところに当たり雪つけました。違う違う、お、シマアジだ。これほら、シマアジですね。ほら、まあまあですよ、まあまあ。よしよし、うっそ、うっそ。
あなたでしたか。こいつもいました。そうじゃないわ。何じゃけ、俺あいつだ。まあ、これがいっぱいいるんですよね。ほら行ってこい。グレーバリの3号にしました。関係ないのか、多少も。なるほどね、スズメだ。おっぱいスズメ。ですね、水中機の仕掛けに変えますね。当たり浮き B。 水中機も B です。水中機の仕掛けでやってみますね。針がグレーバリの6号、針数 1.75 号、いわしね、1メートルぐらいですね。誘導は一広取ってます。
しゃ、オッケー。いえ、当たりも明確だったんでね、こちらが浮いてくるならいいっすね。艦隊の0号に板なまりが少し張ってるやつ、これに変えました。そしてまたあのハリス浮き、当たり浮きもすぐつけられるようにハリスにゴム管をセットしてあります。固定にしますね。誘導はなくしました。今ハリス分一日ですね。さあ残る。少し触った気配ありますけどね。残ってきた。少しずつ、ね、近づいてるような気がするんですけどね。じゃねえな。ハリハズレ。あれ。今のアイゴじゃないですね、多分。ハリハズレだ。ただどうしてもこう浮き止め糸がちょっとずれてしまうんでね。クライオジで固定します。ちょっとね、道糸を挟むんで気にはなるところですけど、まあ、それは魚をかけてからまでなんで、はい、これで固定ですね。差し込んで固定にしました。っぽいな。ゆっくり行こう、ゆっくりゆっくり行きましょう。あれ、アイゴじゃない、メジナだぞ。これよし、メジナだ。マッチサイズになりました。
間違いね。キープサイズだ。よし。やっとかよ。苦労しました。もしかしたらね、こう考えると餌取ってたのメジナの可能性があるんですよね。33センチです。よし、やった、ありがとう。初島とかだと浮いてるメジナが見えるんで、ね、迷わず浅い手間狙えるんですけど、城ヶ島だとね、なかなか見えないんですよね、浮いてくるメジナ。もう少し足場の高いところなら見えるのかもわかんないけど、だからなかなかこう人拾いないで狙うことをしないんですけど、やっぱりね、浮いてきてるし、やっぱ餌取られてるときはどんどん浅くして何が餌取ってるのか見た方がいいですね。だけどメジナ、いいえ、コッパを流すね。コッパを見よう。メジナの活動が上がってきたかな。嬉しいな。あのイワシみたいなのが餌拾ってないっていうのが一番ありがたい。マスを新しいのを作って、針をですね、ブレバリの6号に上げました。地の飛びれが多いんで上げてみたんですけどね、さっきあの5号でね、口太が食ってるんで上げていいのかわからないですけど、よし、当たったのは間違いないですけどね、狙い合いね、やっぱりなんでだ。何度も地元切れ食らってるんで、少しちょっと合わせを早くはしてますけどね。この餌取ってるのは全部メジナだと思ってやってますよ。潮が沖の方に行き始めましたね。これはチャンスあるでしょう。仕掛けを止めてるんですね。ここで離す。ありませんよ、ね、もしもしなら。よし、まあまあいいサイズですよ。
もう30は超えてますね。大丈夫だ。でこれで飲み込んでるもんな。あ、これも33ですね。33センチ。地元切れだよ。そのうちかこれで、地元からバッサリ。ダメだ、僕に流れなくなった。針をハヤテグレの午後、早くぐれ午後に変えました。よし、当たった。当たりが早いな。そこから行け。出るか。ちょっと暗いけど、もうちょい。あ、なんか乗ったけど小さいぞ。もうこっぱ、こっぱだ。コッパクシブトでした。そうですね。アイゴだ。あっさりとこまでアイゴ。アイゴもういいぞ。内臓ですけどね。抹茶色。どこに変わったの？あ、こんなとこに変わってる。あれやね。こんなとこに変わってひどはん、誘導ひとひど、ガンダマなし。入れていきましょう。
あれどうかな、あれだな、やっぱり強え、こいつ強えよ。パワフル強すぎんだろ。でかいのかこれ、でかい子、でかい子が来ました。深く入れてもアイゴ、でっか、でっかいですよこれ。40近くあるんじゃないの。あっちには相手いないかな。あっちには相手いなさそうですね。強いけどな、こいつが誰か。アイゴだったら泣けるけどな。アイゴっぽいな。ネジだったらでかいですよ。アイゴっぽいですけど、このアイゴだね。もうすぐ姿が見えます。うれやいぼう、でかい、35センチ近くあるんじゃないですかこれ。これで逆光で天気は見えないですね。外れてないね、これって。これメジナっぽいですね。これメジナっぽい。
よしよし、大丈夫だ。しかもまあまあサイズありそう。ああ、ちょっとあれとは違うぞ。どこだ、どこ行った、あそこまで行ってく。首振らないね。無事ないでしょ。よし、メジナ。散策したい。散策してねえか。そんなでもなかったですね。また太鼓あるね。太鼓あるやつ。針は飲まれてるけど。よかったよかった。まあ、30ですね。30ジャストぐらい。メジナであって、どこだ、あ、ここか。メジナっすね。いいね。サイズアップしたかも。これでいいとこかかってますね。ほら、缶抜きバッチリ、缶抜きにバッチリ入ってますよ。35ちょっと届かないぐらいですね。34センチ。いけるいける、いけますよね。深いとこ狙いすぎた。え、でかいじゃない。え、狙ったり、そう、そうそう、根に、あそこの根に入ったわ。そこですね、手前の根に入ってますね。出てくるな、出てこいよ。
どうしても、ね、深く狙いすぎてたんですね。ちょっと軽く行って、ちょっと軽く強いんだよな、これ。ムジナか、ムジナっぽいっすね。強い。最後だ。最後かよ。最後が本気を出し始めました。でっけ。最後ちょっと楽しませてもらったよ。ドキドキさせてもらった。見えてるんでね、それは食いますよね。もう針貫通しちゃってるもんね。貫通して、うわ。早い段階でなんか食いました。これが目白だったらかなり浅いな。誰？誰ですか？目白だ。突破だけど。突破オナガだ。突破オナガ浅いところにいるんですね。突破オナガ。それは柵まで浮いてる。3人入った。やめてくれよ。目に入ったな、あそこの奥に。マジか。よしよしよし、来た。出てきましたよ。出てきながら目に入るぐらいだから。最高あるよな。
はい、怖いね。多分長さはそんなないけど。32,3 ですね。よいしょ。32です。雪はほとんど見えないですね。だから爆竹です。いいってこれ。